はい、というわけで、このラジオのメインコーナーですね。以前から東京組は坂道関係をメインに追ってたんで、その辺の話題を、まあ、1週間何があったかなとか確認しながら追っていきたいんですけど、はい、実はこれ前回の収録から本当に1週間経たずで、もうすぐでしたよね。3日ぐらいしか経ってないんで、はい、そうだから前回の時終わった後にネタありますかねみたいな話したじゃないですか。うん、まあ、なんかあんじゃねっつって、まあ、1回とりあえず撮ってみるかみたいな感じだったんですけど、はい、はい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 、まあ、やっぱなんだかんだありましたね。意外とそうですね。ちらほらとやっぱ何かしら情報は出てくるっていうか、そう、何かしらありますよね。はい、ということで、まあ、ちょっとまず僕的に一番ホットなっていうかでかい話題、はい、まあ、これでしょっていう話題、まあ、ちょっと前回も触れましたけど、6期生ですね、乃木坂の。うん、来ましたね、ついに来ましたね。まあ、その前回の先週 の乃木中の合間に CM でなんかそれっぽい CM があって、はい、まあ、町さんは、まあ、見てなかったってことだったんですけど、そうなんですよ、5期生が、加入してちょうど2年のタイミングで、まあ、何かしら発表があるよみたいな CM だったんですけど、その時は、うん、2002月2日に情報解禁されまして、まあ、6期生だったよってことで、はい、町さん的にどう思いましたこれ6期生。いや、なんか意外と早いなっていう感じというか、うん、はいはいはい、5期生が入ってちょうど2年っていう話だったんですけど、なんか意外とそう、はいはいはい、結構2年ってあっという間だったなっていうのも思いつつ、うん、ただやっぱそろそろね6期生も入ってこないとっていうところもあるのかなっていうところもあったんで、まあ、なんかようやく来たかなっていうところもありつつっていう感じですかね。乃木坂ばっかりですね、なんか交換を見ると。桜坂はまだ3期生が入ってまだ1年しか経ってないんですよ、実は。うん、そうだよね。ああ、そうなんですね。はいはいはい、はい。だからまあ順番的には、まあ、この順番、このあと多分日向坂、桜坂って続くんじゃないかなっていう感じですね、順番でいけば。ミッキーさん的にどうですか、ですね、こう2年でこう新しい子が入ってくるみたいな、いろいろ覚えてる土地だと思うんですけど。はいはいはい。なんか、まあ、ファンとしては逆にどうなんだろうと思っちゃって、なんか、こんなに変わってて、なんか、なんだろう、まあ、アイドルだから仕方ないけど、なんか、コロッコロ変わるっていうのは、推してる子とかもいずれ卒業しちゃうし、この新しい子も入っちゃうし、はいはいはい、みたいな感じで、うん、なんだろうな、この流れってアイドル的にそのファン的にはどうなんだろうってちょっと疑問を思っちゃう。あ、自分はそれこそ乃木坂でいうと斎藤飛鳥さん推しでずっと推してたところが、はいはい、推し面がいなくなっちゃってたんで、あ、今いないんですか。逆に言うと、そうなんですよ、メンバーみんな好きなんですけど、なんかもう、はい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 、推し面っていうほどのメンバーって今いなくて。なるほど。なので逆に6期生が入ってくるってなったら、それこそ注目できるような子がいれば、うん、新たに推し面ができるかもしれないし、そうですね。なんで、うん、推し面が卒業してしまって今なんかどうしようかなみたいなふわふわしてる感じのファンとかだったら、もしかしたら新しい子を応援できるかもっていうのもあるかもしれないですよね。はい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 、はい、うん、僕も聞いて松さんと同じでやっぱ早いなって思ったんですよ。うん、うん、そうですよね。まあ、基本的に多分、まあ多分大体 2,3 年の周期でこう来るっていうのは分かってたんですけど、うん、だとしてもこうジャスト3年ぐらいに合わせてだと思ったんですよね。はい、だからこの2年のタイミングで来るのは早いなと思ったんですけど、やっぱ考えれば考えるほど、まあ、今回の募集要項とかいろいろ読むと、まあ、やっぱり下が12歳、うん、上が20歳なんですよ。うん、あ、かいで、っていうと、まあ5期生が今一番上が21歳なんで、はい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 、一番上が来るとあんま変わんないじゃないですか、一番上だとしたら、まあ、下にこう、うん、小川彩さんからさらに下にこう膨れ上がる可能性はありますけど、うん、ってなってくるとやっぱり 3,4 期生の関係に近いんじゃないかなっていう。ああ、確かにそうかもしれないですね。あったじゃないですか、うん、ありましたね。で今その 3,4 期が中心になってやってるんで、やっぱ次の乃木坂っていうのを見据えて早めに取ったんじゃないかなと思うんですね。5、6をまた育てていくみたいな感じ、うん、っていうような気がしてて、はい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 、なんでだからまた5、6期ライブとかあるんじゃないかなってちょっと期待してたりもするんですけど。あ、確かに。5期生はこれからまだこれからのメンバーいっぱいあるじゃないですか。なんなら僕4期でもまだこれからのメンバーいっぱいあると思ってるんで、正直。うん、けど そういう人を推してる人にとってはちょっと驚異的というか、だし、あとなんだかんだ自分がその5期生を推し切れるのかっていう、やっぱみんな新しいものが好きだから、うん、確かにね、5期生を推してると思っててもそのなんかなびいちゃう可能性があるじゃないですか。それはそうですよね。だからなんかちょっと
ざわざわするっていうか、いろんな意味でね。そうそうそう。ただやっぱ相当ハードルは上がってますからね。5期生があんだけ粒揃いのメンバー揃っちゃったんで。確かにね。過去の歴史上で見てもなかなかね、あのひらがなけやきの2期とかはすごいメンバー揃ったとか言われてますけど、うん、まあ、それを超えて乃木坂5期生はさらにね揃ったんじゃないかみたいに言われてますから、はいはいはい、これやっぱ6期生にかかる期待は相当だし、でも逆にこうビジュアルいいメンバーを集めらんないとそこでポシャっちゃう可能性もなくはないと思うんですよね。うん、まあ大丈夫だと思うんですよ、さすがに。いやまあね、今アイドル業界で言ったら乃木坂ねトップを走ってるグループだと思うんで、そこに入りたい子は多分すげえたくさんいると思うんで、そう考えたら多分ね選び放題なのかなっていうところはあるので、ね、それこそ逸材は出てきそうだなっていう感はありますけどね。そうですね、確かに今思い出したんですけど、うん、確か前回のその三坂道のオーディションでもかなり倍率に差があったと思うんですよ。ああ、そうでしたっけ。乃木坂だけ確かダブルスコアぐらいで、ああそうそうだね、倍率高かったみたいな感じなんで、だから確かにその松さんが言うように選び放題だなと思うんですけど、だからどういう子が入ってくるかですよね。ですね。うん、でもなんか乃木坂のオーディションを受けた子は他の坂道も受けるんですかね、うん、いや意外とそうでもなさそうな気がしてるんですよね。あ、やっぱ日向坂とか受ける子は桜坂も乃木坂も受けてるかもしれないですけど、やっぱ乃木坂に入りたいって子がなんかいそうな気がしてて、はいはいはい、あのブランド力というか、はいはいはい、だからこそやっぱり前回倍率がすごい上がっちゃったんじゃないかなと思うんですよね、5期生の時は。うん、はい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 、だからまあやっぱ乃木坂はやっぱブランドというかね、やっぱ前から言ってますけど私立高校みたいな、うん、なんか別格ですよね、お嬢様学校みたいな、もう、うん、うん、そうなんですよ。だからやっぱツイッター上、ツイッターが今 X か X 上でもねやっぱ受けますみたいな、うん、いますよね、最後のチャンスにみたいな人もやっぱちらほらやっぱいますし、はい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 、だからそういう人にとってはやっぱギリギリでっていうね、この早まったというかこう2年できたから受けれるって人もいっぱいいるわけじゃないですか、うん、19歳ギリギリでとか、確かにね、って言ったらやっぱ嬉しい話ですよね。いやだからまたあれですよね、これが5期生の時みたいに YouTube とかでこう1人ずつ上がってくる感じで動画出てくるのかなとかって考えると、うん、まあうちらのチャンネルでもね、あの一人ずつ動画上げたりしてましたけど、なんかそういうのも含めてちょっと今後楽しみだなっていうのがあるので、はい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 、はい、これしかもあれですよね、春夏の募集があるっていう。そうなんですよ、結構だからいろいろこじれてて、あ、そう、それに対しても話そうと思ってて、これ松さん来た時どう思いました、春夏制。いや、わざわざ2回分けるんだと思って、うんうんうん、そうで、ちゃんとはなんかあの募集の要項の時とこに研修生になったとしても実際にメンバーになれるか分かりませんみたいな、そうなんですよね、だから結構厳しい感じだなと思って見てたんですけど、だやっぱり実際その乃木坂以外の桜坂とか日向坂も研修中で辞めちゃってる子がやっぱりいたりしたわけじゃないですか、この前の3期という、うん、はいはいはい、だそういうとこも含まれてたと思うんですけど、やっぱこの、春夏制の、はい、やっぱこの感じって、まあ、それがどうなるか分かんないじゃないですか、お披露目のタイミングもずれんのか、それとも一緒に合わせてどんなのかもですよね、うん、ただその一緒に合わせだとやっぱりそのスキルに差が出ちゃうわけで、うん、研修のというか、確かに、はい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 、ってなってくるとやっぱりそのどうしてもその合同オーディション組 の乃木坂だったら4期新4期をちょっと思っちゃうというか、はい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 、やっぱあれって、まあ、結果的にいろいろあったの、いろいろ言われたじゃん、週刊誌でも本当はその新メンバーは落とすつもりだったとか言われたりとか、いろいろな噂があるじゃないですか、はい、言われたりするんですけど、結果だけ見たらやっぱり1年差が出ちゃったわけで、うん、その間に乃木坂プリンシパルがあったりだとか、もうだいぶそうですよね、そこで差がついちゃってますもんね。そうそう、だから今となっては別にそこまでですけど、当時としてはいや、じゃあこの1年何だったのみたいに思ったんですよ僕は。うん、確かになってくるのがなんか明確な理由が、だから今回もあればいいんですけど、春夏制のとかけど、なんか行き当たりばったりで思いつきでなんか面白そうだからやってみようとかって言うとちょっと心配だなって思っちゃうんですよね。確かにね、うん、確かに、で多分そういうのは説明されないと思うし、多分上の方からもなんでこういうことしたかみたいな、ね、うん、そうそう、だから余計にちょっと心配だなっていうのはありつつですね、まあ、一個注目なのはお披露目のタイミングがそこで変わってきたってなったら、もうそこで差が出てきちゃうんで、うん、まあ、まずそこですよね、きっと。
だどっちにしろですよね、お披露目に差が出てもそうだし、一緒のお披露目でもなんか多分いろんな噂がするじゃないですか、この子は春の子で、ね、この子は夏の子でみたいな、うんでそこで固まっちゃう可能性もあるし、うん、確かに、うん、いろんな意味でちょっと注目というか、良くも悪くも注目してるっていう感じです、うんうん、であと大体2年周期でこう46時間テレビが来てたじゃないですか、そうですよね、から今年もあるかなと思ったらその発表なかったんで、だからまた来年に持ち越して新6期生に合わせてって感じなのかなって思ったりもしたんですよね。ああ、はい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 。もう前回の46時間テレビが5期生お披露目の場だったんで、ああ、そうですね。そこでまた大々的にやるのかなとか。って考えたら、6期生合わせてくるタイミングでっていうのもなくはないかなって感じですよね。うんうん、そうですね、そこでお披露目かなって思ったりもしますね。これに合わせて日向坂とか桜坂も早まるんですかね。でも日向坂ちょっと状況が違うような気がするんですよね。この前のね、年末の M ステで正源司さんが見つかるみたいな、うん、ですよね。やっとここら辺からちょっとずつその辺のメンバーも活躍し、もうちょっとね、表立って出てくるかなっていう感じだと思うんで。そうそう、あと清水さんもね、カウントダウン TV でフロントで立ってすごい良かったみたいな、はい、だからちょっともしかしたらここから立て続けにオーディションはどうかなって感じですよね。うん、まあ、やっぱり乃木坂的にはやっぱ地盤を固めたいというか、そうですね、より息の長いグループにっていうのはちょっと意図が見えましたね。